ヒーハー。はい、それでは、バディファイトの方を開封していきます。さっきディレマ開封したんですけど、今度バディファの方を開封ですね。はい、それでは、1パック目を開封します。ディムギルキルデスダメージ、おアビゲールのバーニングデスフォール、超勝ちレアが出ました。やりましたね。相手のドロップゾーン6枚以上ならこのカードの打撃力プラス3、さらには12枚以上だとこのカードは1枚で攻撃している攻撃は無効化されないですね。はい、ただでさえ強いのにやばいっすね。必殺のアビゲールですよ。はい、ブラックバーゲン、君のデッキの上から1枚ゲージに置いてカード1枚引く。君のカードの効果で相手のモンスターを破壊した時に使える。はい、一旦に1回ですけど強いですね。バーゲンセールですね。ベジータですね。影カツ、はい、極悪気流、気流奥義七天殺ですね。はい、これガチレアで結構強いっていう。はい、4パック目。ジャックファングですね。これアニメで見た時めっちゃかっこよかったですね。結構かっこいい銃なんで、まあタスクが装備してるからかっこいいだけですけどね。他の人が装備してもかっこ悪いっていうね。はい、ユアライザー、はい、シルエットじゃなくてトリックはトリックですね。はい、これも結構強いですね。はい、まあこんな感じで今回結構いいねアビゲールさんが出たんで良かったと思います。超ガチこのカードはめっちゃ強いんでね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ではへ。